佐国論、写本、静木忠夫文化3年7月3日は、江戸時代長崎の蘭学者、オランダ芸古通じ。天文、物理、オランダ語文法、地理史、海外事情といった分野を中心に、蘭書を手本とした、各種は役所をなした。本性中野氏、通称、忠次郎、あ木。なお、はじめは、栄朝、後に忠夫とし、柳穂と合した。 長崎で三井の陽太氏を業としていた三代中野陽介の逸夫として生まれ、矢部間五次郎の養子として、オランダ通詞、鈴木本家八代を継いだ。鈴木の経歴については、長年、長崎通詞由書書の情報をもとに、オランダ通詞鈴木家の養子となり、安永5年には稽古通事となったが、その翌年病心を理由に辞職し、オランダ通事で、 西洋天文学に精通していた、元清長に指示したと信じられてきた。近年の研究成果によって、きは少なくとも、天命2年まで、稽古通事を務めていたことが究明された。また、天命6年5月まで同職を務めていた、可能性も指摘されている。その生涯は、乱所翻訳に身を捧げる一方、多病であったようである。大月玄関、杉田玄白。 新宮両邸らの諸著術において、鈴木は若くして、病気を理由に、オランダ稽古通事を辞し、隠居して、人との交わりをできるだけ立ち、およそ政治や現実問題とは無縁な生き方をしながら、乱書に没頭する人物として描かれている。大正五年、十五位を追造された。鈴木の著作は主に写本で伝わり、現在までに確認されているものは四十点以上に、上る。 それらの中にはいつ成立したのか、いつ移されたのかが不明のものも少なくない。著述の半分近格は西洋天文、物理学関係の乱種からの訳質で引力や遠心力などの言葉を創出し、ニュートン物理学を初めて日本に導入することとなった歴史上新書がその代表的な仕事である。ジョン・ケールの翻訳とホイフェンスなどを参照にしつつ書いた。 自らの注釈であり、無限障概念や逆事情の法則などに基づいて、ケプラーの第三法則などを基礎づけ、自動説を強固にするのには十分な内容で、自ら気圧を測る実験を行う記述もある。次に多いのはオランダ語文法に関するもので、約3割を占める。乱書の各種オランダ語文典に基づいて編まれた、しずきの著作群は、品種概念を 初めて導入するなど日本のオランダ語学のレベルを飛躍的に向上させた。なお、オランダ語文法学関連の著作は、歴史上新書が完成した1802年以降、静きの晩年になされたものが大半である。全2社に比べると、数は多くないが、世界地理や海外事情に関する和訳も認められる。鎖国という言葉を生み出した。 鎖国論がこの分野の主たる作品である。蘭学以外、すなわち漢学や国学などの素養については、木のキャリアの内最初期になされた世界の地理、事情に関する雑記帳、万国館から、その序文が山崎安西編、首書省略に基づいていることが見て取れるとともに、今日は3年後半から文化2年2月の間に、編まれたと目される、蘭文和訳論。 蘭学生前父において、静樹がオランダ語和訳の理念的側面には、お牛壮らい、訳文選定、和訳の実践的側面には、元織の織長の言語学を援用していることが明らかにされている。全般的に、静樹役所の内容と豊富さから、西洋科学に対する静樹の熱意が感じ取られるが、一方で、エンゲルベルト・ケンペル、日本史のオランダ語、 第2版の刊末付録の最終章を訳出した、写本、鎖国論に、木が付した注釈には、排外的な側面も見られ、矛盾葛藤する両面を見せている。ロシアがシベリアを併用した下りを訳出した、木初めての政治的役所、アラサイアライ歴では、イエズス会関係の記事や、未知の知識の翻訳を避けるものの基本的には原文に、沿って、忠実に訳していることから、 アラサイアライ成立から、鎖国論成立までの6年の間に、鈴木にとっての西洋がただに同型を抱く対象で、あるのみならず、並行して嫌悪も覚える対象に変化したことが、指摘されている。なお、これまでに発掘されている一時資料が乏しいことから、鈴木忠夫の周辺事情についての追求は、難しい状況にある。ありがとうございます。